こんにちは、ふじょーでございます。お昼ご飯でございます。そうめんです。いただきます。早くお食事しないと、おにぎりもあります。あの人が来るんで、あの人が、あ、おにぎりもやればよかったですかね。さあもうね。あの人が来たら、扇風機奪われるんで、早くいただきます。こっちは。はい。はい、いただきまーす。はい、こんなんで。はい、こんなんで。はい、こんなんで、いただきます。危ないの。なんだろう。あそこにあいつが置くからね。いや、みんなここ置かないでくれって聞かないんですよね。もう、もう。はい、いただきまーす。ん？なんでこう斜めになってんだ？ほら！取られた。暑い。また暑い。一日が。いただきます。文句言っても始まりません。ボスですからね。ボス。どうせ逃げるのに。辛抱だ。うん。おいしい。硬。うまい。硬いけどうまい。こういうのはゆっくり食べないとちょっといけたらな。斜めだ。母ちゃんがこちらにお水を入れてくれました。はい、優しいとこもあるんですけどね、怒ることが多いです、あの人の場合。いただきます。それで食べてきます。あ、ほぐれました。あー、今いいね、ほぐれてる。言いかけたんですけど、YouTube やりながらこう食べると、急いで食べるじゃないですか。気分悪くなりますよ。ゆっくり食べないと、こういうのは。ね。お前も気分悪くなり、急いで食べて。おい、聞いてんだろうね、お客さんに言っても行かないだろって、どうせ。めっこいって食べてんじゃねえよ、こんな。映すぞ、その顔。次来い。こういうのは喋らないで一つ食べればいいんですか？その方がいいんですか？はい、わかります。かしこまりました。どうしても喋らないといけないのかなと思うんですよね。間が持たないと喋らないと。黙っていられる人が羨ましい。そこにいますよ、黙っている人。喋らないで黙々と生きている人が。金曜日でも黙々と生きています、喋らずに。食べたら食べれるの、お前これもね。だからバカか、お前食べてるのに何でそこも、お前いつも見てないのに何か人が喋れると向こう向くじゃん。いつも食べれるな、あんだこれ。バカ夫婦じゃん。
見に入った。なんかやっただろお前。見に入ったタイガ。わさびが、わさびでいった？これ。こうやって、なんか私が話すときはこっち向こう見るじゃないですか、あの人絶対見ないですよ、お客さん来たときは。うん、同じだよ。これが多い。はい、なくなっちゃう。出汁多いね、あんたね。ちょうだい。残ったら。うん。もう水になってる。もう水になってるから、水。出汁がない。食ってるよ、おにぎり。もう食ってるよ、バクバク。げえ。あれは YouTube 向きだな。あんなに食べれて。まあ YouTube 向きだな。いっぱい食べれるじゃん。喋らないじゃん、まず。喋らないわけだってよ。みっともないですよ、喋ったら。何言ってるかわかんない。うん。入れた方がいいね、少し。麺じゃない、汁。もう、だって水だったんし。水やろうね。今、麺取られると思ってる。美味しそうに食うな、しかし。あの量。だから、見てもいかないんだけど、見る必要ないって言ってるのね。あなた、だって、うちがなんか話しかけたら、そこ見るのはいいけど、どうせ行かないのに。しかも、今3時半なんですけど、4時までは来ないか、誰も。ねえ、うん、汁だけどこのまま入れましょう。汁たっぷり。はい、これだけです。これ作ったの？わざわざ。これのために。残ったやつ？おいしいね。卵ね。
寒いの私に向けるってことは自分が寒くなったらこっち向ける。母ちゃんがせっかく作ったの食べます。ごしそおにぎりね、しそおにぎりです。いただきます。しそおにぎり、うん、うまい。もうあの人全部食べてます、おにぎり。あと麺も全部食べてます。すごいね。ちょっと、おいしそうだね。あの人草買いました。なんか文句言ったら睨むんですけど、おいしそうだね。なんかあれだね、あなたね、あれ取ってとか言って、なんかお願いしたり、話しかけると向こう見る。あと刺したところ見る癖があるのと。はい、今私銀行行ってきたんですけど、母ちゃんの借金返しに見たら怒るんですよ。だけ借金はないって言うんですよ。うん、ないです、母ちゃんは借金ないです。 YouTube で言うな、お前が勝手に作ったんだろうって言います。はい、私が勝手に母ちゃんの名前でお金借りました。はい、だからあの人は借金王です今じゃ。それで返しに行った時ね、なんかですね、もうこの年になってきて、なるべく沖縄にと特にだと思うんですが、その山陰さんって駐車場なんですけど、近いところに止めたいんですよ。こう前に一度あったやつ、次あって止めようと思って、ここが空いたんで、バックで入れようって、いつもね、バックで入れようって、前にバックで入れようって、そこから来た車、上から来た車がパッ、毎回言いますけど、頭から突っ込みますからね、あの人って。バックでもう入れようとしてたらピーピー鳴ってるんですよ。パッと入ったら。なんでやろって思った瞬間に前の車が出たんですよ。よこっとって入ったら、やっぱ気づいてるんですよ、あの人。入ったら、私の方が近いじゃないですか、前に。うだっきーと思って、うんって言ったら、お前ここ入る予定じゃなかったのかって、みたいな感じで俺を睨んでたんで、あれ気づいてるんですよ。だから意味わかりますかね。こうやって私前に行ったら、そっから来た車がパッと入ったんですよ。もう入れないじゃないですか。こんなやろって思ったら前の車が出たんですよ、ここの、ここの駐車、列の。ラッキーと思って、頭から入ったんですよ、そこに。で、まあ、近いんですよ、そこは。だからそこに入れた人間が、ずっと睨みながら、チッて言いながら、私の横から、睨んでいきました。じじいです、私よりも。あの、じじいがくせ者なんですよ、沖縄は。なんか、じじいってもあられてよ。私が実言ってもおかしいですけど、80歳の免許あるんかな、じじいです、原付みたいな、じじいがあります。あの人たちマークついてんですよ、向こうに止めばいいんですけど、ないんですよ。待てばいいじゃないですかね、そういうところに。うん、金なことが多い。で、払ってきて、帰ったら怒ってんですよ。遅いって。それで今、期限があげたんですよ。でもこれ作ってくれたんですよ。優しいからね。箱だけ向いてるんですよ、ほら。優しいからね。もう向いてる、向いてる。うん。あれ取って。やっぱり。なんか飲みたいな、お茶。あ、すみません。これ、カセの作ったん？うん。優しいね。向いてる。単純や。
うん。お腹いっぱいだ。うん。もう一個食べます。これ。これ飲みながら食べます。これ飲みながら食べるか、またみんなに怒られる、下品って言われるんで、これ飲みながら食べるか、切って、取りに行くか、やります。だからとりあえずはごちそうさまでした。ありがとうございました。沖縄、そうめんチャンプルじゃない。そうめんです。母ちゃんが作った。美味しかったです。さよなら。